不思議の国のアイリス。知ってる顔の知らない人。そんな彼らに導かれ、アイリスは頭のおかしい中二なお茶会へとやってきました。まあ、森の奥にテーブルセットが。洒落てるだろう。けどまだ準備が途中だな。本当なら鑑賞用のパンツを飾ったりもするんだが。パンツにはそのような用途もあるのですか？知りませんでした。大事なお茶や菓子もまだのようだ。来るのが早すぎたか？いいえ、皆さん時間通りですよ。レイン、どうしてここに？これはお城を抜け出したわけではなくてですね。おお、すみません、見慣れないお客様。私の名前は三月ウサギ。このお茶会の主催でございます。また別人？別人というか別ウサギだな。こいつは毎日毎日ここでお茶会をやってるんだ。私はそんなにレインという方に似ているのですか？似ているどころではありません。だってアイリス様、集中が切れていますよ。ごめんなさい。これも王族としての務め。もっと勉学に勤しまなくては。もう一息、このページまで終わったら休憩にしましょうか。アイリス様の好きな紅茶とお菓子を用意しますね。いつもありがとう、レイン。見た目や言動だけでなく、お茶やお菓子を用意してくれるところもそっくりです。なるほど。そのお方と同じようなもてなしができるかは分かりませんが、ぜひともお茶会に参加していってください。最高のダージリン。改め、至高のかぐわしき琥珀と甘美なる円盤の競争曲を楽しむがいい。紅茶とクッキーを楽しめということだ。言ったであろう、頭のおかしい中二なお茶会と。見せてもらおうか、三月ウサギのおもてなしとやらを。果たして受け切れるかな。我がおもてなしを受けた半分は感激し、残りの半分は感激した。全員感激したということでしょうか。それにしてもやはりレインとは少し違うかもしれません。さあ、お茶会の幕は開いた。上曲が鳴り響くぞ。それに皆さん、まるでメグミンさんのような口ぶり。これが頭のおかしい中二なお茶会の流儀なのでしょうか。さて、挨拶も済んだところで準備を進めないと。お菓子はもう一人分追加しないとですね。そこのお客様、お手伝いをお願いできますか。こちらに来ていただいて。はい、もちろんです。そんな普通の挨拶じゃダメだ。もっと頭がおかしそうに。よかろう、手伝ってやる。こんな感じでよろしいですか。いいですね、その調子です。それではお客様にはこの甘美なる煮絵を任せるとしよう。甘美なる？お菓子のことです。私はこちらの茶器を運びますので。わかりました。じゃなかった。受けたまわりました。やればできるではないか。さあ、早くその煮絵を我らに捧げるがいい。捧げる？お菓子をテーブルに置くようにという意味ですよ。お客様のお名前は？アイリスと申します。では、アイリス様、この開口に感謝を。本日は至高にして最高の日になるであろう。うん、アイリスと共にもう何度目か分からぬ茶会を始めよう。まずは
我が輩のお箱、ポンコツ天使の歌を聞くがいい。その前に俺のお箱、盗んだパンツで走り出す歌を聞かせてやる。返したくない。すごい曲ですね。このお茶会の名前にたがわぬ内容です。ですが、どうされましたアイリス様、退屈ですか？いいえ、そんなことは。本物のレインもクレアも今頃どうしているでしょうか。もしかしたらまだ怒ったままかも。見れば見るほど愛おしい。なるほどなるほど、アイリスという名前なのか。おいトランプ兵、アイリス様を捕らえる件はどうなっている？はっ、それが現在城周辺の天候が乱れておりまして、強風で髪の体が煽られ、思うように進軍できておりません。ならば横を向いて進めばいいだろう。一刻も早くアイリス様を連れてくるのだ。